はい、パーサートレーナーのゆうじです。先日僕のお客さんに質問されました。毎朝体脂肪率を測ってるんだけれども、体重が減ったのに体脂肪率が増えてる、これ何なんですかと。体重が減ったんなら体脂肪率が減ってほしいのに、そこは減ってない、これはどうしてなんですかねというふうにまあ聞かれたんですね。まあここにはね、いくつかの要素が含まれてます。結構たくさんの要素が含まれてます。でまず、最初に体脂肪率というのは全体重に占める体脂肪の割合ということですね。まあ実際には体脂肪が減ったかどうかをまあ自分自身は見ていかなきゃいけないんですけれども、まあ計測した人の体脂肪率というところが一般的には見る指標になっているということはまあありますよね。そしてこの体脂肪系、体組成系のこのシステムについてちょっと知っておく必要があるかなと思うんですね。その測定方法ですね。まずその体脂肪計に乗ります。で体重を測ります。でしばらく待ちます。でこの待ってる間というのは、そのまあ例えば足を乗っけてるところというのは鉄がありますよね。そこが電流が流れるんですね。なのでそこが足が乾いてたりカサカサになっているとうまく電流が流れてこないというのがあるので、それによって電流が流れにくかったりうまく測定できないのか、まあいろんなことが起きてくるんですけど、まずはその電流を流して体の中を測定していると。でここで何を測定しているかというと、基本的には筋肉の中の水分を測定しているんですね。そこを電流を通してその電動率、そのスピードを測りながらその筋肉の容積というものを測っていきます。スポーツクラブにあるインボディというものでしたら4種類の電流を流してそれによって正確に、筋肉の量というものを測っていきます。その水分の量を測定できるので筋肉の容積を測定できるわけですね。で容積が測定できれば筋肉の重さが分かるということですね。でその筋肉の重さが分かれば、体の基本的な重さとしては筋肉と骨と脂肪でできているということから、全体重からまず筋肉の重さを引きますね。ここでまあ内臓も含めた、筋肉の重さを引きます。で次にこの骨の部分を引くんですけど、骨というのはその会社が持っているデータの中から性別年齢に合った一般的な骨の重さを引いていくということですね。筋肉と内臓、そして骨の重さを引いた残りが体脂肪ということで、そこが体脂肪量ということになってくるんですね。だから実際には体脂肪量というのは測っていないんですね。あくまでこの残り物としての体脂肪ということになってきます。まあ、ここにたくさんの疑問がまああるわけです。日々体組成計に乗って体脂肪率が変動するその要因というのは、まず、先ほどの骨ですね。骨の重さというのはあくまで推定であって、その会社が持っているデータからその性別年齢に合った数値を引くということで、このデータというものは会社によっては違うということはまあ予測されますよね。どの研究機関からそのデータを引っ張ってくるかということによって、それによって多少の誤差がないことはないとは思いますね。あとは、骨太な人なのかどうかとか、細くて長い人、ね、手足かなり長い人いますよね。これは同じでいいのか、まあ、そこはちょっとよくわからないです。不明です。だけど、疑問はちょっと残るところです。であとは、体組成計でも足だけで測定するマシンと手足4手で測定するマシンがあるんですけれども、まあ、僕自身はその2つにはちょっと、違いがあるような感じがしたことがあります。それとスポーツクラブの体組成計っていうのは200万円ぐらいしたりするんですけども、それと家庭用が同じなのかどうか。まあ車で言ったら通常ね、2000万円の車と250万円の車、まあ違いますけれどもね。で家庭用でも3000円台から1万8000円台のものまであるということで、まあそこもね、いろんなね、登録できるかどうとか、機能はともかく、その測定するという精度が同じなのかどうかというところは、まあ3000円から1万8000円、そして200万円まである。ここはね、やっぱり、どうなのかなと疑問はありますけど、あとはね、髪の毛が超ロン毛で腰まである人と丸坊主の人が測定した時に、その髪の毛の重さというのはどこに行くのか。これが体脂肪は余った分とするならば、筋肉と骨を引いて余った分が体脂肪とするのは、その髪の重さも体脂肪に行くのかどうかということですね。で昔空腹時にまず測定をして、その後すぐにご飯を食べて測ったら、その分が体脂肪の分に足されたという経験はまあ僕にはあるんですね。あれ、さっきよりも全然変わってる、食べただけなのに変わってる、全然30分しか変わってないのにっていうことはまああったんですけど、まあそれが気のせいなのかどうかね。そして今回の場合、まあ毎朝測ってるわけですね。で時間が毎日同じというのはいいんですけど、この毎日測ってるということ、そうすると必ずね、日々の変動あると思うんですよ。同じマシンで測定すれば、そのデータとか特性というのは同じだから、
そのマシンによって違うというのはともかく、マシンが同じならこう同じなはずなんですね。だから自分の体に変化があればその変化は表せると思うんですね。だからそこはまあ、変動があればわかるということです。で、筋肉を測定するんだから、その筋肉の部分が変動すると残りが変わるということ。もちろん筋肉は同じでも、全体重が減ってれば、じゃあそれは脂肪が減ったのでということになりますけれども、まずここで知っておきたいのは、炭水化物を食べた時に、お米、パン、麺類とか果物とか、芋類とか、あと砂糖ですね。その炭水化物を食べたものが、まあ、糖質になりますけれども、糖質は筋肉と肝臓に貯蔵されます。筋肉細胞、この、じゃあ一つのこの筋肉細胞があるとしましょうか。で、この中に糖質が貯蔵されるんですけども、貯蔵されるときには糖質は水と一緒に結びついて筋肉の中に入ってくるんですね。糖質と水が一緒に入ってくる。で、糖質が抜ければその中の水も出ていく。ということで、極端な炭水化物抜きのダイエットをしたときには、この糖質はかなりもう全部出た状態になってしまうので、筋肉中の水分もかなり出てしまう。だから、1ヶ月に10キロ痩せましたっていうのは、実際には10キロの体脂肪が落ちることはまあなくてですね、その半分かそれ以上というのは、筋肉中の水分が抜けた分が軽くなっているというのが、まあ10キロ中5キロ、6キロはまあそういうものだったりするんですね。今度は糖質が入ってくれば水分が入ってくる。炭水化物を多く食べたときには、この水分がより多く入ってくるから、今まで以上にこの陽水がぐっと膨らむということがまあ起きてくるわけですね。なので糖質によって筋肉細胞内の水分量によってこの容積と、そしてそこから来る重さというのは変わってくるということです。ちなみにボディービルでは大会の直前1週間近くは炭水化物をかなり控えめにしていくんですけども、前日前々日ぐらいから炭水化物をぐっと一気に取っていくという手法を取っていくんですけど、そしたら1日2日では体脂肪はまあつかないんですけれども、糖質と水分が一気にぐっと入ってくるので筋肉がぐっと張った状態でも、それまでダイエットしたので体脂肪はない状態というこの張りを利用してまあ大会に出たりするんですけど、まあそういった感じでね、糖質と水分は結びついて筋肉の容積が増えるということはまあ起きてくるということですね。なのでこの日々の炭水化物の取り方、そして水分の取り方、あとは一日の自分の行動によって水分がまた出ていったりとかね、その量によってもいろいろ変わるわけですね。食事とかその状況によっていろいろ変わってくるわけです。そうすると筋肉細胞の容積、重さというのが変わってきて体重が変わったりとか、体脂肪量が変わらなくても筋肉の容積が増えれば、まあ体重は増え、そうすると体脂肪率は下がるということになりますね。全体の割合ですからね。体脂肪量は変わらなくても率は下がります。だからマシンによってはそこのところ体脂肪量というものは出なくて率しか出ないので、自分ではその率が減ってれば体脂肪が減ったと思ってしまうわけですね。だけども実際はその筋肉の方の容積、重さが増えて体重がちょっと増えて、体脂肪は変わってなくても率が減ってるんで、あ、減ったと思うことはまああるということですね。今度は逆に体脂肪量が同じでも筋肉の容積が今度糖質が出ることによって減れば、筋肉の容積重さが減って体重が減って体脂肪率は増えるということになりますよね。まあこういうことによって日々の変動、数値の変動というのがまあ出てくるわけです。だからここで日々喜んだり悲しんだりしてもまあ仕方がないわけなんですよ。体脂肪量が減ることによって体脂肪率が日々アップダウンしてるんではなくて、筋肉の方の水分の方が日々アップダウンしているので体脂肪率が変わってくるということは、まあその数字として体脂肪率としてその体組成計に表示されていくわけなんですね。だけどその日々の変化で見ていかない方がいいということですね。もうこれは本当に1回数という単位で見て、その中で体脂肪量が減っているかどうかを見ていく必要があるんですね。だからまあその体脂肪量が出るようなマシンの方がいいですけど、たださっき言ったように理由で筋肉側の変動があるということは分かった上でやっぱり数字を見なきゃいけないですね。あとはね、もうね、ウエストのサイズ測るのは正しいです。ウエストをね、同じ位置、へそならへその位置、そして同じ力の入れ具合で測っていくと、ウエストのね、体脂肪がやっぱり一番ありますから、それが減れば、それを測定して減ってれば減ってるんだろうし、とか一番はっきり分かりやすいです。体組成計の数値で分からなくても、正直言ってウエストの方がぐっと減ってますからね、実際。というかね、やっぱりね、見た目ではっきり分かるまで変わればいいんです。ああ、ベルトの上に乗ってたやつが全然なくなったね、とか。お腹のところ何にもなかったちょっとツルツルだったところはもう線が入ってるねとかいうところまで目で見て分かるところまで行けばいいので、まあ日々測らなくてもいいです。まあ、僕自身もね全然測ってないです。本当に全然測ってないです。風呂から出て洗面台のこの鏡のところで自分の体を見て、まあ風呂入るも見てますけど、でそれによって自分の具合を見てます。特にへそから下の下っ腹のあたりの具合を見て自分の調子を見ていきますので、まあその辺もね本当は数値と同じぐらいか、それ以上重視してほしいところです。
なので、一つの体脂肪率だけで喜ばないで、ウエストサイズとか自分のまず見た目、自分の判断ということをしっかり大切にやってみてください。パーソナルトレーナーのゆうじでした。